この動画では、マセマティカの使い方を調べるためのヘルプの参照について説明します。マセマティカのノートブックのヘルプメニューから、ウルフラムドキュメントを選択すると、ウルフラム言語ドキュメントセンターというウィンドウが表示されます。このウィンドウには上部に入力欄があります。ここにマセマティカの関数名やキーワードを入力することでヘルプを検索することができます。例えば、グラフを描画するプロットという関数について調べる場合は、入力欄にプロットと入力してエンターキーを押すとヘルプの検索結果が表示されます。そして、検索結果の一番上の項目をクリックすると、プロット関数の使い方を確認することができます。ウィンドウの表示を戻って、最初の画面に戻ると、いくつかのテーマ別のチュートリアルも参照することができます。例えば、記号・数値計算から方程式の解法を選択すると、方程式の解法に関するマセマティカの機能の一覧を見ることができます。さらに、チュートリアルにおいて方程式の解法を選択すると、マセマティカにおける方程式の解法の機能についてさらに詳しい説明を読むことができます。今後マセマティカの学習の際にはヘルプを活用して自分で調べてみましょう。